イリア・カーラーは、ロシアのバイオリン奏者。モスクワの音楽一家に生まれた。彼は、幼少の頃より、音楽的才能を表した。モスクワ音楽院中央音楽学校で、ジナイダ・ギレリスとユーリー・ヤンケレビチに支持。その後、モスクワ音楽院で、レオニード・コーガンとビクトル・トレチャコフに支持した。1986年、チャイコフスキー国際コンクールで、 ラファエル・オレグと共に同時優勝した。デニングラード・フィルハーモニー還元楽団、モスクワ・フィルハーモニー還元楽団、モントリオール交響楽団、ベルリン放送交響楽団をはじめとする世界の主要オーケストラとの共演歴を持つ。また今までにロシア国内のほか、ヨーロッパやアジア諸国でバイオリン独奏による演奏活動を行っている。イーストマン音楽院。 インディアナ大学音楽学部のバイオリン教授を経て、デポール大学音楽学部のバイオリン教授に就任。カーラーは、香港の CD レーベル、ナクソスに多くの録音を残している。中でも、ニコロパガ2位に作曲の24の基礎曲、バイオリン競争曲第1番、バイオリン競争曲第2番の録音は、彼の演奏家としての地位を確固たるものにした。ありがとうございます。